この光月家復活が噂される時期に、強くて親切な海外のお侍様がいるということは、兄の協力者かなって、うん、あ、それとも兄を追う敵？味方だ。よかった。決戦に備えて他にはどのような方がいらっしゃるのですか？そうだな、金右衛門、勘十郎、雷蔵、お菊、犬嵐、猫まむし、俺たちが知ってるのはつまりその6人と桃之助、残る3人はまだ会ってね。その3人とは先ほどお話しした川松と伝次郎、阿修羅童子です。そうです、ゾロ十郎さんはとにかく傷を治していただかなくちゃ。さ、眠ってください。ああ、言われなくても。大変、早く新しい焚き火を。掛け布団の一枚でもあればいいのだけど。